今日はこんばんは、福猫です。よろしくお願いします。インストで1曲聴いてください。
今日はこんないっぱいの人がワンドロップに集まってくれて、ライブを見てくれて本当にありがとうございます。入れるんかな、ブブイッと入ってください。しんどい人はちょっとしんどいとか言ったりして助けてって、助けを求めてください。じゃあよろしくお願いします。福猫です。してなど
リンゴの歌聴いてください。Bye.
それできっと今日来てくれた人はみんな次が何なのかっていうのは分かってるんじゃないかななんて思ってます。今自信かと思った、うん、めっちゃ揺れたと思った。じゃあ小休憩を挟み欲望待ち聞いてください。Oh, no.
Thank you.
日は2月19日です。あーもうなんかこんななハキハキ喋ったら、ね、アーティストイメージが崩れるとかと思うんですけど、つい字が出てしまいます。2月14日は何の日だったでしょうか。はい。バレンタインだったんですよ。で、はい、あのね、知らんかったとか、またあのバレンタインの曲を1曲作ったことがあって、最近全然歌ってなかったんですけど、あの去年のバレンタインの後かなに作った曲で、スーパースターに恋をしたっていうすごく元気な曲があって、それはあの今日聴いてもらいたいなと思います。めっちゃ久しぶりなので、あのちょっと元気にね歌いたいなと思います。ここからはリラックスムードですよ皆さん。ウェルカムムードのリラックスムードですよ。聴いてください。スーパースターに恋をした。喋らずめっちゃ歌ってばっかりさせてもらったんで、最後は
すごく優しい歌を聴いてもらいたいなと思ってます。Yeah.
新しい仕事を始めて、その仕事を始める時の面接を受けに行く時ってめちゃくちゃ怖いじゃないですか。新しいことを始める時っていろんなことが変わっていくし、ものすごい勇気もいるし、自分自身とも向き合わなあかんし、ですごい辛くなってね。でまあせっかくこんなに辛いんやから、1曲作ってやれと思ってね作った曲があって、最近の曲なんですけど、小さな社会の隅っこでっていう曲なんですよね。本当小さな社会の小さな、いや大きな世界の隅っこで、小さな社会の端っこで、いても居なくても変わらないような小さな小さな命をこう生きてるわけですけど、でも今日集まってくれたこの皆様の中では今日っていうのは特別じゃないかなと思って感謝してます。 じゃあ、そのね、小さな社会の隅っこでっていう、めっちゃ元気な曲なんで、それを聴いて最後にして久保田君にバトンタッチしたいと思います。じゃあ、アンコールありがとうございます。福田子でした。
ことなんてないさ。誰にもみんな一つしかない。光がその胸に宿って、どうして毎日を生きてるの。